はい、どうもこんにちは、こんばんは、ミルバケッソでございます。というわけで、万華鏡奇談第8夜やっていきたいと思います。ね、すいませんね、前回あの長男長女のね、長男長女というかね、上のこのね、第一種の、ちょっと悲しさっていうのをね語ってたら時間が来ちゃってね。はい、では、ね、理不尽だぜっていうことでね、もうちょっと言い方ってものをね、あるんじゃないのってね。今度はあなたに買ってあげるから、今回は下の子に譲ってあげようね、偉いねみたいなね、そんな感じで言われればちょっとは我慢できるかもしれないなんてね。はい、じゃあ早く続きを読んでいきましょう。うん、こうして薄暗い蔵の中で膝を抱えていると、そんな子供の頃を思い出す。そうだね、あの寝る前の暗闇とかね。ここにいれば時間が止まる。こうしていれば何もかも、祖母の機嫌も都合の悪いこともすべて知らないうちに終わってくれているはずだったのだ。うん、なるほど。ふと思い立って周一は顔を上げた。そうだそうだ、床だ。どうして今まで忘れていたのだ。祖母の説教から逃れるとき、鍵のかかった蔵にどうやって忍び込めたというのだ。縁の下である。床板を持ち上げて中に入ったのではなかったか。それならば床板を剥げば外に出られるはずだ。確かに暗闇に這いつくばった。舞い上がった埃に並行しつつ、指先の感覚を研ぎ澄ませる。確か継ぎ目の角が取れて指が描きやすくなっていたはずだった。うん、あれれ、次第に焦り出す。どうしてだ、ちっとも見つからない。そんなはずはない、確かこの辺りに。ようやくその感触を指先が取り戻した。あった、これだ。ほとんど反射的に爪を立てて力いっぱい引き上げる。途端中指の爪が鋭く痛んだ。うー、嫌だー。そのなんかあの爪がちょっと爪が伸びてるとさ、女の子はわかるかもしれないけど、何かに引っ掛けた時にさ、グイーンって外側に曲がる感じね。爪は割れないんだけど、こう、なんていうの、ひびが入っちゃったりしてね、こう、グイーンって肉のところがこう、グイーンって、あれ痛いんだよ。まあ、そんなことはどうでもいいからね。安堵もつかの間、愕然となる。釘が打たれているのだ。床板はびくともしなかったね。とにかく痛いんだよ、うん、どこまで意地が悪いのだろう。証拠はないが祖母の仕業だと確信した。こっそり周一が忍び込んでいたのを知っていたに違いない。そうなんだ。でもあれじゃない、周一が忍び込んでいたっていうのを知ってたってことは、おばあさんはこんなところ空いてたら周一が足踏み外したら大変だからねつって、こうね、怪我したら大変だから落ち着けておこうねって言って、こう落ち着けたんじゃないかね。違うかな。そんな怒りも擦り切れそうな疲労の前ではただため息に変わるだけだった。少し休もう。再び机に腰を落とす。すべてはこの暗闇のせい。視界が効かないので敏感になっているだけ。気が高ぶっているだけなのだ。落ち着いて冷静になればいい考えも浮かんでくるだろう。大丈夫と自分に言い聞かせる。もうじき誰かが気づいてくれる。鍵など壊してもらえばいい。だからそれまでの間、妄想と戦う。怖い妄想っていうのはね、もう振り払っても振り払ってもね、湧いて出てきますからね。敵は自分の中にある。まさにその通り。疑心暗鬼の闇の中、目に見えない恐怖だった。息を吸う。深く長く吐く。もう一度吸う。そして何度目かの確認。何度も否定してきたが、その度に矛盾して、やはり最後には認めざるを得ない結論。ここに誰かが閉じ込められていた。それを考えてたのか。それは祖父の妹である。彼女は何らかの理由で家系図からも消された。いや、
消されたからこそここに陰陰陰なんて読むんだろう、ここに陰居されていたという可能性もある。そしてとっくにこの世にいない。それは祖父が万華鏡を懐かしんでいたことや、この蔵がおそらく当時のままで残されているだろうことなどからの推測だった。証拠はないが確信はあった。閉鎖的な思考が導いた妄想であっても疑うことをしなかった。何よりも周一自身が知っているはずだった。お兄様、確かに聞こえてましたね、何度か。なんだっけ、お待ち申し上げておりましたって。失礼、あれは死者の呼び声ではなかったのか。自分は祖父に似ているのだろうか。血縁だからそういうこともあるだろう。だから呼ばれた。他ならぬ未練に。頬をかすめるように光の帯が差し込んでいた。釣られるように天井を見上げる。天井？闇に何かぼんやり浮かんでいるようだった。なぜかはわからない。本能的に心が、これは見てはならないものだと叫ぶ。お化け？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 来た？来た？真っ暗な中に白く見えるものがあるというのは、本来おかしなことなのである。人の目が色を捉えるのは、物体に反射した可視光線の波長を判断するからだと聞く。うん、そうだね。白は最も明るい色であるから、暗くなれば当然明度が落ちる。それでも白さを保てるとするならば、それらは自ら発光しているか、物理の法則を無視した存在であろう。だが、周一にはどうしてもそれが気になった。そりゃ、誰しも気になりますわ。周一以外でもね。人形である。これってさっき鏡台に映ったのじゃなくて、赤い着物のどこか悲しそうな顔をした和人形。髪は乱れて顔も薄汚れて見える。周一はしばらく怪訝にそれを眺めていたが、そのうちでようやく思いついた。なるほど、ほらね、さっきやっぱり見えてたのはそのお人形さんだったわけだ。先ほどの鏡に映ったのはこれであったか。疑心暗鬼とはよく言ったものだ。怖いと思うから怖いのだ。そういえば以前、髪の伸びる人形について検証していた番組があった。昔は実際の人間の髪を使っていたという。あー、あったね。実際の人間の髪というか、なんていうの、毛根まで使っちゃってたからなんか伸びたとかね、そういう話だったっけ。切られたばかりの髪はまだ細胞が生きており、湿気やでんぷんのりなのでわずかに成長するのだそうだ。あ、そういう、そうなの。そんなことから女性の長く美しい髪などは高く売れたとのことである。手品と同じでオチを知ってしまえば案外大したことはない。とはいえ、このような場所で見るにはいささか気味の良いものとは言えないが、まあ確かにね、こんな蔵に閉じ込められてさ、真っ暗な中で髪がね伸びたらちょっとね、そりゃ鳥肌ですよ。鳥肌もんですよ。それは本来天井の梁にもたれるように置いてあったのであろう。何かの拍子に周一が暴れたせいで転んでしまったのか、顔がこちらを向いているのだ。きっとこの人形も祖父のコレクションの一つだったに違いない。見覚えはなかったが、この万華鏡も記憶になかったのだから、まだ蔵には周一の知らない品が眠っているのかもしれない。人形などを少女趣味と取られかねないとばかりに祖父が隠したのだろう。ここからでは見えないが、天井に板でも敷いた空間があるのかもしれない。まあ真っ暗だから見えないね。何かの隠し場所のような気がして、こんな状況にもかかわらず周一は妙な興奮を覚えた。ということでね、また新たな発見ができたところで今日はここまでとさせていただきます。ではまた次回、アデュー。